総長のチャンネル。今日はオーブン不要で作れる簡単なスコップチーズケーキに挑戦していきたいと思います。重ねて詰めるだけで簡単にできる美味しいレシピとしてすごく今注目を集めているみたいです。で、準備するものがててん、オレオクッキーとオレオクッキーを砕いたもの、生クリーム 150cc、 そしてグラニュー糖 20g、 そしてクリームチーズ 200g。 材料はこれだけになります。で、作り方もとっても簡単で、これを混ぜて、で、混ぜたやつをオレオと挟みながらどんどん積み重ねていくだけで完成になります。よし、早速作っていきたいと思います。まず常温のクリームチーズを柔らかくなるまで混ぜていきます。で、クリームチーズがしっかり混ざったら、次は生クリームとグラニュー糖を加えていきます。で、混ざったら次はどんどん積み重ねていきます。で、本当はガラスとかの器で層が見える器だったらよかったんだけど、ちょっとそういうのがないので、ただの大きなお皿に重ねていきます。で、まず最初にオレオを並べていきます。よいしょ。ここにさっき混ぜたこのクリームを重ねていきます。重ねたら、この砕いたオレオを上に振りかけていきます。よいしょ、できた。こんな感じになります。そしてあとはこれを冷蔵庫で1時間ほど冷やせば完成になります。ということで、冷蔵庫で 2,3 時間かな、寝かせました。で、まあ、見た目はさっきと変わらずこんな感じです。早速食べてみたいと思います。で、スコップチーズケーキっていうくらいだから、こうやってスコップみたいにすくって食べるんじゃないかな、わかんないけど。よいしょ。よし、すくいます。うわ、こぼれちゃった。うん、すっごい美味しそう。こんな感じです。ちょうど断面が微妙にわかるかな、なんかちょっと盛り方が下手だから、もっと綺麗に盛れればきっともっと美味しそうに見えるんじゃないかなって思います。早速いただきます。うん、チーズケーキって初めて作っ、まあ、これ作ったに入るかわかんないんだけど、まあ作ったチーズケーキって初めて作ったんだけど、ちゃんとできてる。うん、なんかオレオがちょうどこのクリームに馴染むっていうのかな、ほんのりなんかしなやかになってて、すごくティラミスの前みたいな感じ。うん、甘すぎずすごくちょうどいい味わいになってます。これおかわりしたいな。でも今ね、夜中の2時なんだよね。これ今食べたらやばいな。食べたい。いや、我慢しよう、我慢します。明日の朝食べます。そんな感じでオーブン不要で作れる簡単なスコップチーズケーキでした。バイバーイ。